皆さん、おはようございます。代表取締役社長 CEO の高橋誠でございます。本総会にご出席いただき、誠にありがとうございます。当社定款の定めにより、私が議長を務めさせていただきます。ご協力のほどよろしくお願いいいいたたしままますすありがとうございますそれではただいまから第40期定時株主総会会を開会いたします。 本総会の目的事項は招集後通知に記載のとおりでございます。本総会にご出席の株主様の議決権の数は、書面及びインターネットによる講師を含め、本総会の全議案を審議するのに必要な定則数を満たしております。でなお、本総会の映像と音声につきましては、当社、株主様に限定したインターネットによるライブ中継を実施しておりますので、 ご理解のほどよろししくお願い申し上げます。え次にえ、本日の議事進行についてご説明いたします。え本総会の報告事項やえ、各議案の内容につきましては、招集後通知にてえ事前にご案内申し上げておりますので、ご説明を短縮させていただきます。え本日は第40期の事業報告について、映像をご覧いただき、 私のの方から第41期の課題と取り組みについてご説明申し上げます。その後、各議案をご説明の上、株主様から事前に頂戴したご質問への回答を行い、続けて会場内の株主様からのご質問をお受けした後、決議事項の採決をいたします。円滑な議事運営のため、このような議事進行とさせていただきたく存じます。 ご参同いただける方は拍手をお願いいたします。ありがとうございます。議事の進行につきましては、何とぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。それでは、報告事項のご報告を行います。第40期の監査報告につきまして、会計監査人及び監査役会より、事業報告、連結計算書類、計算書類、 並びに本日の株主総会に提出されている議案及び書類につきましても法令及び定款に適合いたしており指摘すべき事項は認められない旨の報告を受けております続きまして第40期の事業報告連結計算書類計算書類のご報告をいたします内容につきましては招集後通知及び 当社ウェブサイトの開示資料の記載のとおりでありますが事業報告の概要につきまして映像にてご報告させていただきますそれでは会場前方のスクリーンをご覧くださいこれより KDDI 株式会社第40期事業報告の概要についてご説明いたします 当社は事業環境の変化に迅速に対応しながら経済発展と社会課題の解決を両立するレジリエントな未来社会に向けて「KDDI ビジョン2030つなぐ力を進化させ誰もが思いを実現できる社会をつくる」を掲げあらゆる産業や生活シーンで付加価値を提供できる存在 社会を支えるプラットフォーマーを目指しておりますこのつなぐ使命を果たすため 5G の通信基盤ではお客様の生活動線にこだわり日常の体感品質向上に取り組んでおりますまたスターリンクの活用を通じて 非日常をつなぐことでで通信のの提供価値の多様化に取り組んでおります本年1月に発生した能登半島地震では避難所や基地局の早期復旧が困難な箇所にスターリンクを配置しお客様の通信手段確保を実現したほか橋梁の緊急点検にドローンを活用し 現地の安心安全の確保に尽力いたしました引き続きつなぐ力の進化を通じて新たな価値の創出に取り組んでまいりますそれではこれより第40期の連結業績ハイライトについてご報告申し上げます。第40期の売上高は 1> 1. 増の5兆7540億円営業利益と親会社の所有者に帰属する登記利益は減益となりましたがミャンマー通信事業のリース債権に対する引き当てなどの一時的な影響でありそれ以外の事業の業績については順調に進捗しております続いて 事業別の概況についてご報告いたしますまずはパーソナルセグメントです第四十期のパーソナルセグメントはマルチブランド通信アープ収入が増加に転じたもののローミング収入の減少などにより減収減益となりましたパーソナルセグメントでは au モバイルほぼのマルチブランドで多様化するお客様のニーズにお応えすることでマルチブランドの ID 数は順調に増加して,おりますすべてのブランドで 5G に対応しより多くのお客様に 5G をご利用いただける環境を整備した結果 5G の契約浸透率は67%を突破。 データのご利用量も前年から増加しマルチブランド通信アープ収入は増加に転じましたまた中力領域の一つである金融事業では資産形成への関心の高まりを受け昨年9月に携帯業界初となる通信と金融がセットとなった au マネカツプランの提供を開始いたしました。 本プランの提供などを通じて金融サービスのお客様基盤はさらに拡大しております加えて住宅ローンの融資実行額は累計で4兆円を突破し決済・金融取扱高も18兆円に到達するなど金融事業は順調に成長しており通信とのシナジー創出を通じて 今後も付加価値のあるサービス提供を進めてまいりますますた当社では全国の au スタイルで au マネカツセミナーやスマホ教室を開催しご加入後のサポートを行っているほか車両型出張 au ショップやリモートお手続きなどの取り組みも行っております。引き続き続誰もが 日本のどこにいてもスマートフォンやデジタルサービスを活用しより便利で豊かな生活ができる社会の実現を目指してまいります続いてビジネスセグメントです第40期のビジネスセグメントは増収増益となり2桁成長を達成しました既存の通信事業に加え 法人のお客様の DX 推進を支援するマネージド、クラウド、BPO 領域が堅調に推移しておりビジネスセグメントの成長を牽引しておりますまた当社は社会インフラを支える IoT 事業にも注力しており IoT 累計回線数は4100万回線を突破し国内トップシェアとなっております この成長を牽引するのがコネクティッドカーでありさらなる事業拡大に向け北米に KDDI ススフィアリエンスを設立いたしましま本年3月には IoT プラットフォームを提供するソラコムが新規に上場しこうしたスタートアップ支援の取り組みは大きく評価されております。また テレハウスブランドでグローバルに展開しているデータセンター事業では収益率の高いコネクティビティデータセンターを中心に事業を拡大しており昨年度は新たにバンコクとカナダで事業を開始いたしました接続数のシェアは通信事業者で1位のポジションを獲得しており引き続き法人のお客様のグローバルビジネスに貢献してまいります。 なおカーボンニュートラル実現に向けデータセンターでは2025年度末までに全拠点で再生可能エネルギー100%での稼働を目指してまいります最後に経営基盤強化の取り組みについてご報告いたします当社はサステナビリティ経営を基軸に据え企業価値の向上と 社会の持続的成長の好循環を目指し事業戦略の推進とそれを支える経営基盤強化に取りり組んでおります経営基盤強化の一つに据えているカーボンニュートラルについては通信設備の省電力化や24時間365日 CO2 排出量実質ゼロのサステナブル基地局の導入。 太陽光発電所開設などの再生可能エネルギー活用を進めてまいりましたカーボンニュートラルの実現に向けて今後もパートナーの皆様と共にこのような取り組みを加速してまいりますまた当社は人材ファースト企業への変革を経営の重要課題の一つと位置づけ三位一体改革を推進してまいりました これらのサステナビリティ経営に関する取り組みが外部からも高く評価され経済産業省と東京証券取引所が選定する S X 銘柄に選定されましたその他にも社外から多くの評価を頂い,いており引き続きパートナーの皆様と共にサステナビリティ経営を推進してまいります。 当社は今後も命をををつつつなななぐぐぐ暮らしをつなぐ心をつなぐこれら3つのつなぐ力を進化させあらゆるシーンに通信が溶け込むことでお客様やパートナーの皆様と共に新たな価値が生まれる時代の実現を目指してまいります。 以上第四十期事業報告の概要についてご説明いたしました。それでは続きまして AKDI グループの第四十一期の課題と取り組みにつきまして株主の皆様にご説明をいたします。 当社は2022年5月に策定した中期経営戦略においてサステナビリティ経営を基軸に事業戦略と経営基盤強化を推進してまいりました当社戦略の基軸となるサステナビリティ経営ではパートナーの皆様とともに企業価値の向上と社会の持続的成長を目指すことで経済価値に加え社会価値および環境価値の向上を実現してまいります。 この好循環をさらに加速させるためにこの度中継戦略を1年延伸し事業戦略を新サテライトグロース戦略としてアップデートいたしました新サテライトグロース戦略では 5G 通信にデータドリブンと生成 AI を加えた価値をコアに据え通信とセットで付加価値を創出し当社の成長を牽引する分野 デジタルトランスフォーメーション金融エネルギーこれを第一軌道オービット1とし将来に向けた次の成長の柱をオービット2として定義いたしましたこの新サテライトグロス戦略に基づき改めて42期2025年度に向け EPS 一株当たりの当期利益を35期2018年度に対して1.5倍の成長を目指してまいります。それではここから当社戦略の具体的な内容をご説明いたします。でまずは新サテライトグロース戦略のコアである 5G です。当社は本年3月末までに業界最多となる 万局の 5G 基地局を開設いたしました加えて高速で大容量の 5G 通信を実現するサブ6の基地局数も業界最多でありこの度衛星との電波干渉が緩和されたことによりまして基地局の出力を上げることが可能となりましたその結果高品質で 5G 高品質な 5G エリアが え本年1月と比較して関東地方で2.8倍全国で1.5倍に拡大いたしております引き続きお客様のお体感品質向上に取り組んでまいりますえ例えば左側エンターテイメントの領域では多くの人が集まるイベント会場のような混雑したネットワーク環境下においても快適なゲームプレイが可能となり場所に縛られないあた新たなえ体験価値の提供を目指します また右側でございますが放送メディアの領域では高速低遅延で安定した映像伝送を実現し臨場感のある新たな映像体験の提供を目指しますえ続いて同じく新サテライトグロース戦略のコアであり社会の重要なテーマとなっております生成 AI についてであります当社は社会に必要不可欠となる生成 AI 活用のための インフラ基盤構築に中長期で約1000億円規模の設備投資を行い膨大な計算量に対応できるデータセンターを構築いたしますそしてその基盤上でスタートアップ等の有する専門技術を活用し生成 AI の社会実装に向けた取り組みを積極的に進めてまいりますこのような AI に対する取り組みを通じて 競争力の源泉となるお客様基盤を拡大し第41期今年度にはスマホと IoT 回線の合計で8200万回線超を目指してまいりますそして多くのお客様接点と通信基盤を生かしデータ分析と AI を通じてより魅力的な付加価値を提供するデータドリブン経営をこれを推進してまいります 以上のコア領域における取り組みを踏まえましてパーソナル事業の今後の取り組みについてご説明をいたしますパーソナル事業では持続的な成長に向けて通信領域をベースに付加価値の創出を注力し今後営業利益の2桁成長を目指してまいりますその実現に向けて右側の通り通信と各領域とのシナジー創出を通じて付加価値の最大を を図ってままいりますお客様の多様なニーズにお応えするため、マルチブランドでサービスを展開しております。au では、マネ活プランが多くのお客様からご公をいただくなど、付加価値最大化に向けた取り組みを推進しております。また、UQ モバイルでは、au のみでご提供いたしておりましたスマホ得特殊するプログラムが利用可能となりまして、機種もデータも、 お選びいただける選択肢を広げてまいります。またオンライン専用ブランドのポポーでは、お客様満足度調査の eSIM 部門において総合満足度ナンバーワンを獲得いたしております。今後も各ブランドの魅力化に取り組んでまいりたいと思います。通信を軸とした付加価値領域の一つである金融事業において、昨年9月に提供を開始いたしました AU マネカツプランは、 大変ご好評いただきまして、開始から9か月で90万件を超える契約をいただいております。今後もシナジー創出を通じた付加価値の提供を目指しております。また、それと同時に金融サービスの拡充も図りまして、各サービスの連携を強化することで、新たな付加価値の創出に取り組んでまいります。 そして同じく通信を軸とした付加価値領域の一つであるエネルギー事業でも通信とシナジー最大化を図りまして、有電機のご利用拡大に取り組みます。また、それと同時に再生可能エネルギー発電事業や脱炭素支援事業の取り組みを加速し、カーボンニュートラルへの貢献と事業成長の両立を図ってまいります。 ここで株式会社ローソンとの取り組みについてもご説明をさせていただきます当社は本年2月に三菱商事株式会社及び株式会社ローソンと資本業務提携契約を締結をし4月に株式会社ローソンに対する TOB を完了いたしました今後3社で連携をしコンビニを起点とした新たな価値の競争に取り組んでまいります例えば左側 全国約1万4600のローソン店舗のリアルな立地を活用した取り組みとリモート接客という新たなお客様接点を生かし新たな付加価値をご提供していきたいというふうに考えておりますまた右側でございますが au スマートパスプレミアムこれを今後ポンタパスという名前にリ,リブランドいたしましてサービス向上を図った上で現在 1500万いらっしゃる会員基盤を2000万,万会員まで拡大することを目指してまいりたいと思っております。え続いてえ、ビジネス事業の今後の取り組みについてご説明をさせていただきます。パーソナル事業と同様に、ビジネス事業でも通信をベースに、付加価値を創出するグロース領域、この成長によりまして、2桁の成長を目指してまいります。 その実現に向けて右側の通り通信を基軸とし IoT データセンターデジタル b p o この3つの領域に注力をいたしましてビジネス事業の成長を図ってまいりますグロース領域における当社の強みとして IoT とデータセンターがございますが左側でございますが IoT については本年3月に東証へ上場したソラコムとともにですね 第47期2030年度までにグループ全体の IoT 累計回線数を1億兆を目指してまいりますそして右側データセンターにおいてはですね AI 時代の需要を捉えまして2030年度までに売上高2000億円を目指しましてさらなる事業拡大に取り組んでまいりますまた当社は AI 時代の新たなビジネスプラットフォーム、ワコンクロスを本年5月に始動いたしました。AI を活用し、業界 DX ソリューション、セキュアなデータ蓄積と分析、業界別のネットワークの最適化、これを実現することによりまして、法人のお客様の事業成長へ、あの社会課題解決へ、この貢献を目指してまいりたいと思っております。 そして先端技術を活用した新たな価値創出にも取り組んでまいります左側でありますがモビリティ領域においては本年5月に最先端の AI ドローンを手掛けるスカイディオ社ですねここと資本業務提携計画を締結いたしました老朽化した設備の点検作業あるいは監視業務の効率化災害時の迅速な状況確認とドローンの 社会実装を通じて、社会課題の解決に取り組んでまいります。また右側でございますけれども、宇宙の領域におきましては、スペース X 社とのパートナリングに加え、スタートアップ企業とともに、地球課題の解決を目指すプログラム、無限ラボユニバース、これを通じまして、事業の拡大と両立を目指してまいります。え続いて、事業戦略の推進を支える、経営基盤強化についてでございます。 ままずはカーーボンニュートラルの実現になりますで左側スコープ3を含むネットゼロなど環境目標を新たに策定アップデートしておりまして当社グループとしての2040年度のネットゼロ実現を目指してまいりますそしてそれを実現するための手段といたしまして右側 省エネ施策や再生可能エネルギーの活用など、グループ全体で脱炭素社会の実現に向けた取り組みをより一層加速してまいります。次に、人材ファースト企業への変革になります。左側でございますが、当社は2025年度に高輪の新オフィスへ本社を移転し、新たな環境で、新たなアイデアを創出する風土を築いてまいります。 また右側でございますけれども、多様性の確保を通じた企業力の強化の一環といたしまして、女性活躍推進に取り組んでおります。今後も環境整備と組織風土改革を通じて、人材ファースト企業への変革を推進してまいります。最後に、これらの取り組みを通じた第41期の業績予想についてご説明をいたします。 第41期の連結売上高は5兆7700億円連結営業利益は1兆1100億円を見込んでおります新サテライトグローブ戦略を推進し引き続き事業の持続的成長を目指してまいりますそして株主還元について当社は株主の皆様への持続的な利益還元を 経営上の重要課題というふうに位置づけておりまして、42期2025年度までの2年間で、1.4兆円規模の株主還元を実施する予定でございます。配当につきましては、引き続き連続増配と配当成功40%超を目指しており、第41期の年間配当金は145円 を予定いたしておりますまたあ先月の取締役会において3000億円を上限とする自己株式の取得を決議いたしておりまして、えー、その取得を進めてまいりますつな、えー、ぐ力を進化させ誰もが思いを実現できる社会をつくる、えー、KDDI ビジョン2030に向けて中期経営戦略を推進するとともに引き続き持続的成長と 株主還元強化に取り組んでまいります株主の皆様におかれましては今後も変わらぬご支援をほどよろしくお願い申し上げます以上第41期の課題と取り組みにつきましてご説明申し上げましたそれでは続きまして2022年より当社の独立社外取締役を務めていただいております丹野間取締役より えー、KDDI の企業価値向上に向けてをテーマといたしまして、えー、株主の皆様にお話をさせていただきますそれでは、えー、丹野和取締役よろしくお願いいたします、えー、株主の皆様おはようございます、えー、独立社外取締役の丹野和勤でございます それでは私から KDDI の企業,企業価値向上に向けてをテーマにご説明させていただきます2022年6月に社外取締役に就任してから2年が経ちました就任前に抱いていた KDDI のイメージはこの2年の間で大きく変わりました特に強く感じたのは次の2点でございます えー、一つつ目は、KDDI が持つ公共性の高さです。就任直後に発生した大規模通信障害や本年1月に発生した能登半島地震など通信ができない状況が発生した際の我が国全体に与える社会的影響の大きさを目の当たりにしその使命重要性を改めて痛感いたしました。 発生後の対応については取締役会等で適宜報告や議論が行われてきましたが社員が一丸となって迅速に対応にあたるその献身的な姿勢に身が引き締まる思いでございました二つ目は事業領域が非常に多角化している点です就任前は通信事業を中心に事業を展開していると いいうイメージでございましたが就任して事業理解を深めていくにつれて通信事業はもちろんのこととして現在中力領域として取り組んでいる金融エネルギー宇宙ヘルスケアなど持続的成長に向けて国内外のさまざまな分野に幅広く事業を展開していることに驚きました。 KDDI の事業領域は国内外の多岐にわたっておりそれだけガバナンスの効かせ方も難しくなってきておりますが公共性の高い事業者としてより高度な社会的責任を果たしていく必要があると思います私も独立社外取締役としてこれまでの企業経営経験を生かし 取締役会として実効的な監視・監督ができるよう取り組んでいますが、一つのポイントとして、リスク管理には KDDI グループ会社との距離感が密接に関わっているように思います。確率的にグループガバナンスの体制を構築するだけではなく、距離感が遠いところに対してどのような目を向けていく、 どのように管理をしていくかという方策をしっかり確立していければよりグループ全体としてしっかりした経営基盤を築いていくことができると考えておりますまた多種多様な事業展開にはそれだけ多種多様な人材が必要です KDDI には全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に お客様の期待を超える感動をお届けすることにより豊かなコミュニケーション社会の発展に貢献するという企業理念がありその使命を果たしていくために持つべき考え方価値観行動規範を示した KDDI フィロソフィーがあります人材ファースト企業として優れた人的資本経営を行っている KDDI において 役職員一人一人が KDDI フィロソフィーに基づきサステナビリティ経営を実践することで今後もリーディングカンパニーとして持続的に成長し社会にとって必要不可欠な存在であり続けることを期待しております以上ご説明申し上げました旦那諸島役ありがとうございました 続きまして、各議案のご説明でございます。本総会の議案は、第1号議案、常用金の処分の件、第2号議案、取締役12名選任の件、第3号議案、監査役4名選任の件、以上の3件でございます。各議案の内容につきましては、招集後通知に記載のとおりでございますので、ご説明は割愛をさせていただきます。 それでは審議に先立ちまして、株主様から事前に頂戴いたしましたご質問につきまして、最小寺執行役員常務 CFO から一括してご回答を申し上げます。なお、インターネットにて事前にご質問をお受けいたしましたが、その中で株主様の関心が高いと思われるご質問に限り、ご回答をさせていただきますご理解のほどよろししくお願い申し上げます。 それでは、蔡生寺常務、よろしくお願いします。執行役員常務、CFO で、コーポレート統括本部長の蔡生寺でございます。株主様から事前に頂戴いたしましたご質問に対して、私から回答申し上げます。 全部で3問ございます。1問目のご質問は、直近の株価の低迷をどう捉えているか、株価向上のための策は打っているのか、とのご質問です。ご回答いたします。当社の株価については、経営陣一同常に関心を持って注視しております。えこちらは 2019年6月末の終値を100%とした場合の当社株価と日経平均の推移をお示ししたものです当社株価は日経平均に応じて上昇してきたものの本年2月のローソンさんとの資本業務提携発表以降難聴となりましてこうした大型出資やミャンマー通信事業 リース再建引き当にによよるる業績等により影響が生じてていいと考えていますローソンさんへの出資に関しましては、目的や背景、シナジー効果など、株主様や投資家の皆様にご理解いただくべく、説明会やミーティングを通じてご説明を行っていますが、早期にシナジーを出していくことに加え、中期経営戦略で掲げる EPS 目標に向けて着実に実績を積み上げることで企業価値の向上と株主還元の強化に努めてまいります。2問目のご質問はなぜローソンと資本業務提携をしたのか背景や目的について教えてほしいとのご質問です。ご回答いたします。自然災害や 労働人口の減少など、日本が抱える社会課題の解決に貢献する企業であるためには、これまで以上にお客様接点の強化が重要になると考えています。そのため、現在の日本において、ライフスタイルのプラットフォームでもある、コンビニエンスストアを事業展開するローソンさんとの資本業務提携を行いました。 資本業務提携の目的は、AI や DX を利用したリアルテックコンビニエンスの実現、約1万4600店舗にも及ぶ立地を活用した新たな付加価値の創出、ポンタ経済圏を活用したお客様基盤の拡大とサービス強化となります。ローソンさんの業績は好調に推移しておりまして、 AI や DX により、さらに成長を加速できるものと考えております。ローソンさんを含む小売業界は、お客様ニーズの多様化や、労働力不足等への対応が求められていますが、当社が有する通信をはじめとしたさまざまなアサートの活用によりまして、ローソンさんをデジタル面から支援することで、 さらなる事業の成長に貢献できると考えています。ローソンさんとの既存事業の成長に加えまして、リアルテックコンビニエンスの実現により、売上増と効率化を推進し、さらにローソンさんの成長を加速させていきます。また、KDDI としても、付加価値収入や DX 事業の成長、 お客様のリテンション強化やコスト効率化など、業績面でのプ,ロスプラスの効果を見込めます。新たな価値・競争の実現による相互シナジーを早期に実現し、財務リターンの最大化と企業価値最大化を目指してまいります。3問目のご質問は、2025年度から 株主優待制度の内容を変更する理由について教えてほしいとのご質問です。ご回答いたします。当社は2014年に株主優待制度を導入しまして、以降何度か内容を変更しつつ、毎年株主優待を実施してまいりました。現在のカタログギフトの優待は、 ご好評をいただいているものの通信サービスや当社事業との関連性が乏しい点や物流の2024年問題食品や送料のコスト高騰といった外部環境の変化等に課題を感じておりました今後もより多くの株主様に中長期的に株式を保有いただくことに加え当社関連サービスのご利用を通じて 当社グループの事業に対するご理解をより一層深めていただくことを目的として、優待内容を変更することとしました。より多くの株主様に当社の事業や中期経営戦略をご理解いただいた上で、中長期にわたって当社の経営をご支援いただきたく、保有期間の条件を見直ししました。今後は保有期間、 1>, 1年以上かつ保有株式数100株以上の株主様が株主優待贈呈の対象となりまして保有期間に応じて当社関連サービスの特典を贈呈いたします具体的にはポンタポイント等当社関連サービスの特典の中から一つお選びいただく方式となる予定です現行の優待では決められた商品 食品からの選択性でしたが新優待でポンタポイントをご選択いただいた場合、うん、auPay へのチャージ等を通じて現金同等のご利用が可能となりまして現行の優待と比較して利用用途が拡大いたします auPay マーケットのお得なポイント交換所のご利用によりポンタポイントを最大1.5倍の AU ペイマーケット限定ポイントに交換することも可能でありまして、また、これらのサービスは au の契約がなくとも利用可能です。優待変更は以上のような利点をご提供できる点や、同業他社の株主優待内容等も踏まえまして、総合的に勘案したものになります。多くの株主様にご満足いただけるよう、 今後も創意うう工夫を重ねてまいりますので、ご理解をお願いいたします。以上、ご回答申し上げました。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、会場内の株主様からご質問をお受けいたします。ご質問はお一人様一問とさせていただきます。私の指名を受けられました株主様は、スタッフがご案内させていただきますので、 マイクスタンドマイクへご移動いただきたいと思います。本日はインターネットによるライブ中継を実施しておりますので、お名前をおっしゃっていただく必要はございません。出席表番号と合わせて、ご質問について簡潔に要点だけご発言ください。それでは順番にご指名させていただきますので、ご発言を希望される神主様は、お手元のクリアファイルを持って挙手をお願いいたしますそれではお願いいたします。 あのえー、と今、えー、とご質問いただいた内容でございますけれども、あの非常にあの対極的な話ということで、いろいろご指摘ありがとうございます。あのテレハウス、われわれ今、データセンターがですね、の AI の関係で非常に広がっておりますので、全世界のほうでえと活用活用拡大しておりますけれども、あのこの中においてもやっぱりデメリットがあるんではないだろうか、またあの宇宙の世界においてもです、ね、で今2000キロ以下のところで、非常にあの衛星が混雑してですね、あの非常にここにおいてもですね、 あのまあ、あの研究なんかの制約にもなってきている、またあのデブリの問題も一つの大きな問題である、まあ、このあたりが非常に心配なので、あのこのあたりについては、あの世界の、まあ、機関、ITU 以上の機関が本当は必要なんではないだろうかというふうにお考えになっているというふうなお話だと思います。まあ、これに伴って我々こういう先端技術を追っかけるにあたっての SDGs に対する考え方について、お、え、聞、ー、かせいただきたいというふうなご質問だったかと思います。 本件につきましては、あの先端技術を担当いたしますあの松田取締役よりご回答をさせていただきます。取締役で執行役員常務 CDO の松田でございます。ご質問いただきましてありがとうございます。 SDGs という観点でございましたけれども、私どもサステナビリティ経営を実践してございまして、常にですね、このこうした環境負荷に対しても高い意識を持って望んでいるところでございます。いただいた2つのテーマがあったかと思いますけれども、まずデータセンターにつきましてでございます。こちらは先ほどビデオでもございましたけれども、私ども世界中にですね、データセンターを保有してございまして、こちらにつきましては、 来年度、25年度までに実質再生エネルギー100%という目標を掲げてございまして、順調に進捗をしてございます。一方でご指摘ございましたような AI の台頭ということでございまして、非常にデータセンターがこれからも増えていくのではないかということでございますけれども、こちらについての環境負荷を少しでも軽減できるようにです、ね、私ども、最先端の省電力性能を持ったです、ね、サーバーを選定したり、 あるいはですね、最近ですと、冷却技術、こういったところの技術検証を実施したりということで、業界一団となってです、ね、こうした環境負荷の低減に努めていくところでございます。また、昨年ですね、私ども、AU ・リニューアブルエナジーという再生エネルギー発電の会社を設立しておりますので、こうしたところからも脱炭素社会に向けて取り組んでいきたいと思っております。もう1点、宇宙のごみに関してでございます。 私ども60年以上前からです、ね、宇宙通信、衛星通信というものを手がけておりまして、当初から宇宙ごみというものはです、ね、認識されておりまして、地上からどのようにこの軌道、場所を把握するかということは取り組まれておられあのきました。で特にです、ね、最近、私どもが提携しておりますスペース X 社をはじめとしまして、非常にこの LEO、低軌道の衛星が増えてきたと。 いうことでございますけれども、こうした衛星、宇宙の混雑に対しましては、国連をはじめとして、この宇宙ごみに対して、2つの方向性でルール作りを規定してございます。一つは増やさない、もう一つはです、ね、減らすという方向でございます。あこちら、あの私ども、この国連の、ま、参加の機関である、先ほど申し上げられました ITU ですね。 こちらの方にも議長を排出しておりまして議論を活性化、活発な議論を行っているところでございます。この増やさない減らすと言いますのはロケットを打ち上げてもですねもう一度地上に戻ってきて再利用するですとかあのしっかりですね宇宙あ打ち上げた時に確実に大気圏で完全燃焼するようにしてゴミが出ないようにするといったこと。 それでは最近ですとこの宇宙ゴミをですねそのまま捕まえてまあコントロールするといった技術もございます。こうしたことから私どもそういったことが実現可能なパートナーさんとしっかりと提携をいたしましてこうした宇宙のまあ産業の健全な発展に努めてまいりたいと思っております。以上ご回答申し上げました。はいありがとうございました。あの我々あの新しい技術にあの挑んでいくことと。 そして SDGs の観点を非常に重視すること、この両面がサステナビリティ経営の根幹だというふうに思っておりますので、えー、と真剣に取り組んでまいります。ありがとうございました。で1件目のです、ねえー、とご質問でございますけれども、KDDI としてあの脱炭素、まあ、カーボンニュートラルに対してです、ね、どのように取り組んでいるのか、まあ、あのこれが再生可能エネルギー、これ以外にも取り組みがあるのかというふうなご質問として、えー、といただきました。えー、と本件につきままししてはあの担当いたしますあの生寺執行役員常務から ご回答をさせていただきます執行役員常務 CFO でコーポレート統括本部長の蔡生地でございますご質問いただきましてありがとうございますカーボンニュートラルの取り組みの中で再生可能エネルギーこれで取り組んでいくのかということでございますが 私どもは再生可能エネルギー、実質的な再生可能エネルギーでのカーボンニュートラルというところを求めております。今般ですね、KDDI グループの目標を前倒しさせていただきまして、先ほどお話ありましたデータセンターでは、使用電力の実質100%再生可能エネルギーで対応していく予定でございます。 また、2030年度までに KDDI グループ全体でのカーボンニュートラル、そして2040年度までにサプライチェーン全体を含めた CO2 排出量を実質ゼロにするネットゼロ、これを達成したいと考えております。もちろん、再生可能エネルギーだけで、自前で対応できない部分はあるかもしれませんが、 その点につきましては、一部、証書などの活用も検討に入れております。サブライチェーン全体での CO2 削減といったところは、非常にハードルが高いのですが、当社、取引先様との共同によりまして、社会全体でのカーボンニュートラル、あるいはネットゼロといったところに取り組んでまいりたいと思います。以上、ご回答申し上げました。はい、ありがとうございました。 ただいまのご質問でございますけれどもあのミャンマー事業についての件でございますでミャンマー事業に伴い、えー、ましては前期第40期で、えー、とこれが原因で現役をしたわけですけれどもこのなぜここまでミャンマーの事業にこだわるのか3年前に政変が起こって、まあ、通信遮断が発生した時にですね、まあ、当社の使命としての,そのつ,なぐし、えー、つなぐ力というものを我々 お締めしとるんですけれども、それをあの武力で押さえつけていく、まあ、そういうところからは本来であればもう少し早いタイミングで撤退するというような判断もあったのではないだろうか。なぜここまでその事業継続にこだわるのかというふうなご質問だったかと思います。本件につきましてはあの担当いたしております、組織執行役員常務の方からご回答をさせていただきます。 執行役員常務で、グローバルコンシューマー事業本部長の組織でございます。ご質問、どうもありがとうございます。それでは、ご回答を申し上げたいと思います。あの、二十一年、二月に発生しました政変以降。ミャンマーにおける事業につきまして、人権面の懸念をする。あの、様々な声があるということは、あの承知しております。一方で、我々あの、ステークホルダーの皆様と、いろいろ対話を続けておりまして、ミャンマーの国民の皆様のために。 通信インフラを維持することが人権尊重の観点でも重要だというお言葉も頂戴しているところでございます。これらを踏まえまして、当社といたしましては、今後もパートナーでございます国営通、国営通信事業体、MPT の通信事業へのサポートをしながらです、ね、ミャンマー国民の皆様の生活に不可欠な通信インフラ維持に貢献していきたいと考えているところでございます。 当初は今後も現地社員、家族、関係者の皆様の安全確保、これを最優先に人権を尊重するための適切な対処を継続してまいります。また、ミャンマーの情勢はご指摘のとおり、刻一刻と変化してまいりますので、情勢をよく注視しながら、適時、適切に対応してまいりたいと考えております。以上、上ごご回答申しししげままた。た。はい、いありがとうございました あのミャンマーは非常にあの難しい情勢ですけれども、われわれが参入する前、えー、本当にあの携帯電話が普及率、まだ13%であったところが117%まで伸びておりまして、ミャンマーの国民のためには非常にプラスになっているというふうには自負しておりまして、ただ一方、えーっとまあ、設備のリース再建というものの改修が少し滞っておりますので、それをあの前,、えー、前年と前期、引き当てをさせていただいております。これれ原因ででるんですけれどもあの引き続き続 この債権回収には今年度以降も努めていきたいというふうに思っておりますし、あのカムさんご指摘のとおり、あの人権については非常に重要な課題ですので、えー、と我々私たちとは真摯な姿勢で取り組んでまいりますので、ご理解よろしくお願いしたいと思います。あの最初はあのローソンさんへの出資についてのまあ、あのご希望ということで、あので一方あの、えー、とご質問とい、えー、ご意見ということでは、あの株式分割のえっ、ー、と話だというふうにお伺いしましたので。 あのまずあの1件目のローソンさんの件についてはですね先ほどあの一括回答でもお話ししましたように、まあ、全国に1万4600店舗もあるあの非常にお客さんに身近な存在でのローソンさんでいらっしゃいますのでここでの,あの我々とのサービスのシナジーというのは非常にあの価値があるものだというふうに思っていますので皆あの先ほどあの株主さんがご指摘されている EV ステーションであるとかあるいはローソン号といわれる、まあえー、とコマースですね、e コマースの非常にあの簡易なものであるとか こういうことはしっかり進めていきたいと思っております。それではあの二件目のですね、えっ、ー、と株主分割についてですね、ご意見ということで、これにつきましては、ええー、最初執行役員常務の方から、えー、考え方についてご説明をさせていただきます。執行役員常務 CFO で。 コーーポレート統括本部長のでごごござざいいいままますす質問いただきましてありがとうございます株式分割の考え方についてご回答申し上げます。当社の個人株主様は、足元でも大変増加の傾向にございます。また、年齢構成につきましては、定期的なアンケートを通じまして把握しておりますが、特定の年齢層に偏ることなく、 幅広いいいいい世代の株主様に保有いただいている状況でございます現在の株価につきましては、東証が定める投資水準に適合しているほか、時価総額や流動性が高い、特に30銘柄で構成されます、トピックスコア30にも含まれておりまして、一定の流動性を確保できていることから、現時点では、 株式分割の具体的な予定はございません。しかしながら、今後の株価動向を注視しつつ、必要に応じて検討してまいりたいと思います。以上、ご回答を申し上げましたはいありがとうございました、えーと。本件のご質問でございますけれども、株主優待制度についてのお話でございます。 えと今回、えーと、カタログギフトからですね新しい、えー、と方式に変えようということでお話をさせていただいておりますけれども、あのネット環境がない株主さんにおいて利用できるのかあの、カタログギフトについてはあの、地方に住んでいる株主さんも使用できるのかというふうなご質問だったかと思いまます、えー、につききしてても、えー、最小時執行役員の方からご回答させていただきます。 執行役員長、ョ CFO でコーポレート統括本部長の最小地でございます株主様ご意見等をいただきましてありがとうございますご質問いただきましたこのネットといったところでのご利用で、まあ、高齢者ですとかインターネットを持っていない方々に対しての配慮が足りないのではないかというご質問でございます私どもあの外部の調査結果でも見ておりますが 70代のスマホ保有率が約8割という情報も出ております。当社といたしましては、店舗等でスマホ教室を実施しているほか、株主優待に関するサポート窓口も設置をする予定でございますので、ネット等のご利用に不慣れな株主様に対しても、丁寧に対応していきたいと考えております。もし、ししこの優待に関しましてネットで の利用が非常に難しいということでございましたら当社の窓口の方にご相談いただければというふうに考えておりますどうぞご理解のほどよろしくお願い致します以上ご回答申し上げましたはい、あの我々の方としてもですねあのできるだけあのお使いいただきやすいようにですねご説明できるようにあの,ひあの引き続き努力させていただきますしまだあの au ポンタポイントはあのローソン なんでもお使いいただくことができますので、えぜひともあのご活用いただけるようにえよろしくお願いいたします。引き続きあの努力してまいります。えと今のあのご質問でございますけれども、再生可能エネルギーの件でございます。まあ、我々の方ですね、あの再生可能エネルギーというものをですね進めてまいっているわけですけれども、あのこれについてはやっぱ環境の問題に配慮しなくてはならないだろう。まあ、これについてはあのリユースの問題であるとか、CO2 の排出の問題であるとか。 まあこのあたりについて、課題があると思うんだけれども、経理理事会しての見解はというご質問だったかと思います。あの本件につきましては、あの竹沢執行役員常務の方からご回答をさせていただきます執行役員常務で。 パーソナル事業本部長の竹澤でございますご質問ありがとうございますえ私の方から回答させていただきますまず太陽光パネルの廃棄やリサイクルの件でございますけれども太陽光パネルを自体をですね選定するときに長時間にわたりまた信頼性えまた安全性そしてコストの面えこういったものをですね十分に考慮した上で まずは採用するときにですねそういった手立てをまずは打っておりますそして今後国側のリサイクル義務化に向けた検討こういったことも象徴しております各種法令の遵守をですね行っていくとと,ともに、まあ、今申し上げた調達段階そしてリサイクルの段階においても環境に配慮されたパートナーさん そしてコストミニマムで、次の展開に向けて一緒にできるパートナーさん、これを選択させていただきまして、共にやっていきたい、このように考えております。以上、ご回答申し上げましたはいありがとうございました。あの十分あの、えーえー、考慮しながら、しっかり進めていきたいと思います。えっと、ただいいままのごご質問でございますけれども えと非対面での,あの携帯電話の契約、まあ、僕のようなケースですけれども、が進むけれども、それによってショップのニーズが低くなるんではないかと、まあ、これによってあのスタッフの雇用確保が問題になるけれども、ここに対して、例えばローソンさんと連携することによって、この問題が解決されたい、先ほどのラスト,ラストワンマイルにおけるそのお客様への対応もです、ね、この件でうまく解決するんではないだろうかというふうに思っていらっしゃると。 これに対する弊社の考えを聞きたいというふうなご質問だったかと思いますあの本件につきましてはあの竹澤執行役員常務からご回答をさせていただきます執行役員常務でパーソナル事業本部長の竹澤でございます 私よりご回答をさせていただきますご質問ありがとうごございますご質問でございますが、えー、ローソン様とです、ね、au ショップここはうまい,、えー、うまい具合にです、ね、こう連携できないかみたいなこともございますということでございますが、えー、まずです、ねえー、リアルの,その接点というのはローソンさんにしかりわれわれの au ショップにしかり今後も非常に重要な接点だと。 このように考えておりますもちろんデジタルの接点も大切でございますが、えー、現在 au ショップではです、ね、行政サービスのアドバイス等々も含めて、えー、リアルの接点としての機能を果たしておりますので、えー、引き続きひ、えー、リアルの接点というのは非常に重要だというふうに考えております、えー、そしてラストワンマイルということでございますと、えー、ローソンさんは今現在1万4600点 au ショップに関しましては2000点強ということでございますのでラストワンマイルを本当にリアルも含めて対応していくとすればです、ね、ローソンさんと我々のチャンネルが融合してお互いが保管し合った機能をお客様に対して提供していくこういったことがです、ね、非常に今後重要になるかというふうに思っております。 その上で最後にショップの方の雇用ということでございますが非常に重要なリアルの接点でございますし先ほども申し上げましたとおりこれから行政のサービスまたは我々のサービスでいきますと金融と他、いろいろサービスが広がってまいりますのでその時のフォローに使うためにもですね雇用はしっかりと見て守って えー、ショップの機能を果たしていきたい。このように考えております。えー、以上、ご回答申し上げました。はい、ありがとうございました。あのー、今の世の中本当にあのグローバルのプレイヤーがどん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 日本に入ってくる中において、我々は本当にあの最後のラストワンマイル、このリアルな接点というのは非常に重要だというふうに思っておりますので、そういう意味で今回ローソンさんに出資もさせていただきました。 でこの,あのローソンさんとこの1万4600店のお客様との接点を活用して何ができるのかということを今、真剣にあの議論をしているところでございましてこの秋口にはですね具体的なあのサービスの内容も皆さんの方にお届けできると思いますしあの決してこの出資があのまあいいようにいい方向に動きますように頑張ってまいりますのでよろししくお願いしたいいたと思いますご出身が堺ということで今回あのシャープさんとあのデータセンターの件の。 検討を開始するということで、えー、と発表させていただきましたけれどもすごくあのご期待いただいているというふうに思いますあの何かこうお土産話をしてくれという話が、えー、とご質問だったと思うんですけれどもあ,のあまりちょっと大きなお土産話になるかどうか分かりませんけどあの今回あの実はあの新サテライトグロス戦略っていうのを、えー、とお出しさせていただいたんですけれどもあ,のあれについては一度あのよくご覧いただければありがたいなと思います 我々あの通信にそのですねこれにその AI それからデータドリブンというものをど真ん中に置いて事業を拡大していこうというのがあの絵に込められているんですけれどもまずあの DX とか金融とかあるいはエネルギーはこれはもう成長がしっかりともうできそうだということである程度確信が出てきたというふうに思っておりましてあのその先にこの「ビット t 2って書いてあるところがですね次の世代のです、ね、っと衛星であるとかモビリティであるとか、まあ、こういう領域に KDDI としてはこの通信を核として拡大していくんだというふうな実は思いを込めて書いてございますのでまだの下の方に3つこう書いてあるんですけれども1つが「For g グローバル」ということでグローバルにも真剣に取り組んでいくそれ真ん中が「ウィズ・ライフ」ということでですねお客様にできるだけ身近な存在として活躍していくまあこれがあの今回のローソンなんかもその例でありますし地域共生もその例です。 そして、フォーフューチャーということで、これはあの若者に対してですね、これからの次世代を担う若者に対して、しっかりとわれわれのおお、えーとまあ、協力をしながらですね、その人たちを育成していく、ちょっと上から目線で申し訳ないんですけれども、まあ、そういうことを込められたものになっておりますので、ぜひともあのチャートをですね、皆さんに広めていただければありがたいかなというふうに思います。以上、ご回答させていただきました。えー、っと、今のご質,問でご,ざご質問でございますけれども、 あのというか、ご要望ですかね、あの当社はあの人権問題に対する取り組みが進んでいるので、あの拉致問題への,その啓発活動等、もう少し進めてはどうかというふうなお話だと思います、またあのこういうふうなあの活動をすることによって、ある意味での集,集客効果も可能性はあるんじゃないかと、またあのローソンさんでも同じようなお話をされたところ、非常に前向きなご姿勢だったというふうなお話だったと思います。 あの本当にあの貴重なごご意見ありがとうございますあの当社はですねやっぱりあのマテリアリティにおいて、経済提供価値の一つに人権の尊重というのを抱えておりますしあ、あらゆるあの事業活動において人権を尊重するということは非常に重要だというふうに思っておりますし、こういう意味においては人権デューデリジェンスをあの推進しているということもございますので、貴重なご意見として捉えをさせていただきまして、我々の方としても、このような人権活動についてはですねしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。 以上、ご回答させていただきました。ありがとうございます。えー、それではあの、今のご質問でございますけれども、あのえー、自社株買いの、えー、っと具体的な、えー、っと仕組みの、えー、っと話だと思います。あの先月5月の13時からあの10月末まで、自己株式の取得を発表をしておりますけれども、まあ、あの日経平均の値動きとどのように関係しているのかというふうなご質問だったかと思います。まあ、本件につきましては、あの最小寺執行役員常務からご回答をさせていただきます。 公約委常務 CFO でコーポレート統括本部長の最小池でございます。ご質問いただきましてありがとうございます。自己株式取得についてでございますけれども、株主様ご質問をいただきました3,896円といったことに対してご回答申し上げます。当社は5月10日におきまして3,000億円の自己株取得と。 そのうち約2000億円ほどの公開買い付けを行うことを公表をしております公開買い付けにつきましてはトヨタ自動車様から売却の申し入れがあったために実施したものになっておりますけれどもこちらは5月13日から開始いたしまして6月10日で終了をいたしましたこの際の買い付け価格につきまして それまでの5月10日決定前の約1か月間の平均、これに10%ディスカウントした価格ということで、3896円での買い付けということで、実施をさせていただきました。これにつきましては、すでにリリースしておりますが、終了し,しておりまして、1944億円分、取得が完了をしております。 この買い付けの決済の翌日である7月3日から10月31日までの間につきましてはその3000億円との差分を市場で買い付けを実施する予定でございますご理解いただきますようお願いいたします以上ご回答を申し上げましたはいありがとうございます、えっと、今の,あのご質問でございますけれどもあのホームページで えーと我が社のえーと海底ケーブルの施設やえーと保守についてえまあこのようなえーとページをご覧になったとえーとまああの滋賀県のあの企業の株に購入されていらっしゃるということですけれどもあの当社のあのケーブル事業についてえどのような事業をしているのかということについてえーと聞きたいというふうなご質問だったかと思いますあの本件に対応いたします吉村取締役よりえご回答をさせていただきたいと思います。 取締役で執行役員 CTO の吉村です。ご質問ありがとうございます。弊社のケーブル海底ケーブル関係の需要についてお伺いをいたしたいと思います。弊社におきましては、あのまず海底ケーブルに関しましては、えっと二つ大きな点があります。一つはあの皆様のあの国通信を 海底ケーブルを通じて各世界とつないでおりますインターネットも含めましておりますで、こういった海底ケーブルの運営を弊社の方で行っていまして海底ケーブルの基地局あのカー議局並びにその海底ケーブルの保守をしていますまた合わせてですね海底ケーブルの実際に引く作業こちらの方も行っておりますこちらは弊社の 子会社であります KDDI ケーブルシップ株式会社こちらの方で実際に海底ケーブルの付設また海底ケーブルが壊れたときのその修理を行っていますそのために、ね、KDDI ののケーブルシップは2つの船を持ってまして実際にケーブルを引くまた故障が起きたらそれを直すそういったものをです、ね、行っております。 えそういった形でですね、あの繋ぐ力を進化させるというところで、この重要な海底ケーブルの事業、えこちらの方も経営体として行っております。え以上ご回答させていただきます。はい、ありがとうございました。えー、ただ今のあのご質問でございますけれども、あの授業計画をご覧いただきましてありがとうございます。あのこの中でえっ、ー、と基地局の関係、特にあのサブシックスの関係についてのご質問だと思います。 衛生干渉の問題が緩和されたので、まあ、出力が非常に大きくなってあの、拡大していったわけですけれども、あの今後、どの程度、その 5G のネットワークの品質向上に取り組んでいくのかということのご質問だったと思いますます、あ、本件につききしててもと吉村取締役の方からご回答をさせていただきます。 取締役で執行役員専務、CTO の吉村です。ご質問ありがとうございます。ファイ 5G の基地局展開について、特にこの今後のサブシックス等についてのご質問にご答えさせていただきます。プレゼンでもありましたように、現在 KDDI としましては、全国サブシックスの基地局を業界最多の数を打っているともに、今回衛星鑑賞で、 そのエリアも関東で2.8倍全国で3 5倍となっていますで今後の展開なんですけどやはりトラフィックというものはどんどん増えてきますのでそれに対してしっかりと対応していきたいと思います特にあの弊社の場合サブ6の周波数を2波100メガタイで持ってますけどこちらの方をですね使いましてより高密なあの例えばあの 都内の繁華街とか今後どんどんトラフィックが伸びるとかそういったところに関してはこのサブ6の周波数2波を使ってより高速なネットワークを作っていきたいと考えています合わせてです、ね、今後 5G のスタンダードアローンサービスこちらの方も始まっていきますこちらは本当に 5G の周波数だけを使っていきますのでそこに対してしっかりとした対応できるようにですね このサブシックスのネットワークの面を広げていく、こちらののも合わせてやっていきたいと思います。なので、ですねあの今まであの基地局の投資に関しましては、今年度かなり昨年度までかなりの数を打ってきましたけど引き続きですねこの品質を維持するために、引き続きしっかりと対応していきたいと思っております。以上回答ととさせていいいたただきまますはい、ありがとうございました このサブシ6の2波というのは非常に我々にとって大きな武器なのでしっかりと拡大をしてコンベジターの方に競争していきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思いますそれでは審議を尽くしてまいりましたのでこれにて質疑を終了して議案の採決に入りたいと存じますご賛同いただける方は拍手をお願いいたします それではこれをもちまして質疑を終了し各議案の採決に移らせていただきますそれでは第一号議案常用金の処分の件につきまして賛成いただける方は拍手をお願いいたしますありがとうございました書面およびインターネットによる講習を含め過半数の賛成をもちまして第一号議案は原案通り承認可決されました 続きまして、第2号議案、取締役12名、選任の件につきまして、賛成いただける方は拍手をお願いいたします。<手>ありがとうございました。書面およびインターネットによる交渉を含め、過半数の賛成をもちまして、第2号議案は原案通り承認可決されました。<手>続きまして、第3号議案。 監査役4名、専任の件につきまして、賛成いただける方は拍手をお願いいたします。拍<手>ありがとうございました。書面およびインターネットによる講師を含め、過半数の賛成をもちまして、第3号議案は原案通り承認可決されました。拍<手>えー、以上をもちまして、本総会の目的事項のすべてについて、審議を終了いたしましたので、本総会は、 これにて閉会といたします。最後に、本日、新たに選任された取締役及び監査役を株主の皆様にご紹介いたします。まず、新任取締役をご紹介いたします。西生寺七重氏。<laughs> 竹澤博史氏。<laughs> 安藤誠氏。 続きまして新任監査役のご紹介をいたします山下和也氏福島直樹氏小暮和俊氏有馬浩二氏以上でございますそれでは役員は起立してください 本日は誠にありがとうございました。